磁気抵抗メモリ、磁気抵抗メモリ、磁気抵抗メモリ、マラム、M ラムは磁気トンネル接合、マグネチック、トンネルジャンクション、MTJ を構成要素とする不揮発性メモリである。SRM や D ラムなどの電化を情報記憶に用いるメモリと異なり、マラムは MTJ の直の状態、平行、半平行によって情報記憶を行うため電源を切ってもデータが、 保たれる MTJ の自家反転方式の違いにより、マラム、トグルマラム、STT、マラム、スピントランスファートルクマラム、ソット、マラム、スピンオービットトルクマラムなどの種類がある。マラムは MTJ、セルを選択するためのビット線、ワード線、そして、MTJ の抵抗変化を読み出すトランジスタからなる。ビット線、ワード線は、 MTJ を挟んで直行に走っており、両者に同時に電流を流すことで合成事情を有機しメモリゼルを選択することができる。データの書き込みは MTJ の直反転により行われる。MTJ は絶縁体操を上下の強磁性体操が挟み込む構造からなり、上下の直の向きが相対的に平行か、反平行であるかによって、 抵抗の大きさ異なるトンネル磁気抵抗効果、トンネルマグニートレジスタンスエフェクト、TMR を示す。上下の強磁性体操のうちの一方は、保持力が大きく磁化が一方向に固定されているピン層で、もう一方は、保持力の小さく容易に磁化が反転するフリー層である。フリー層の磁化反転には、古典的には電流によって、外部磁場を有機する方法がある。 ビット線とワード線の両方に電流を流すと合成事情が有機されそれによりフリー層の磁化が反転する。しかしながら微細化を進めて集積密度を高める上では有機された磁場が隣のセルに影響を及ぼしてしまうこと、磁化反転に必要な電流密度が増大してしまうことなどから困難が生じている。そこで近年では スピン変曲した電流を注入することにより、自家反転を実現する、スピン注入自家反転方式が主流となっている。読み出し時には、蒸気のように TMR 効果によって、MTJ の抵抗の大きさが平行、半平行時、フォーミュラ1で変化するので、これらに対応する抵抗値をデータの0と1としている。 d ラムや他のメモリと異なり MTJ を流れる電流の代償を電圧の代償として読み出す必要があるため、通常は参照セルと選択セルに同じ大きさの電流を流し、その電圧効果の差を作動増幅回路、センスアンプで増幅して電圧として読み出している。参照セルの抵抗値はフォーミュラ2とフォーミュラ3の間の値を取るように設計されている。 フォーミュラ2とフォーミュラ3の比、フォーミュラ6は、磁気抵抗比、MR 比、マグニートリシステンスレーシオと呼ばれ、この MR 比が大きいほど読み出しエラーが少なくなる。このように、マラムは、記憶に、強磁性体中の電子のスピンに由来する自家状態を利用するため不揮発で、電源を遮断してもデータが保存される。しかし、外部からの強磁場に弱い。これは、 MTJ 素子が可動層の時価そのものではなく、両層の時価方向の違いにより、データを記録するために固定層の時価が狂ってしまうと、正常に読み出しできずにまた不能、ハードエラーになるからである。メモリデバイスの製造コストは、セル密度の代償によって、主に決定される。記録素子をより小さく、より少なく作成できることは、 シリコンウェハから一度により多くのデバイスが得られることを意思、ぶどまりが向上するからである。D ラムは電荷をためる小さなキャパシタ、電流をキャパシタに流すための配線、そしてその電流をコントロールするトランジスタからなり、これは 1T1C と呼ばれる。D ラムは構成要素としては非常に簡単であるため、現在までに最もセル密度が大きいラムであり、 それゆえ最も安価である。マラムは一つの MTJ と読み出しのトランジスタ一つからなる 1T1MTJ デバイスであり、D ラムと同様にセル密度は比較的大きい。しかしながら最も基本的なマラムセルは蒸気のように有機磁場によってセルサイズが約180ナノメートルに制限されてしまうことが問題として挙げられる。有機磁場を必要としない、 STT マラムにおいては20ナノメートル以下の MTJ がすでに報告されている。D ラムはキャパシタに溜めた電化が時間が経つにつれて散逸してしまいついにはデータが消えてしまうため、リフレッシュと呼ばれる読み出し、書き込み動作を1秒間に20回ほどすべてのセルに対し行わなければならない。D ラムは微細化が進み搭載されるメモリセルの個数が増えるに従い、 リフレッシュするセルの数も増え、消費電力が大きく増大する。一方で、マラムはリフレッシュが不要である。これは電源を切っても記憶が保持されるだけでなく、メモリを保持するのに待機電力を必要としないということを意味する。理論的には、読み出し動作時にマラムは D ラムより大きな電流を必要とするが、実際にはその差はほとんどないとされている。 書き込み動作においては、マラムは、時価を反転させるだけの大きな有機磁場を必要と、するため、読み出し時と比較して3倍から8倍ほど、大きな電流を必要とする。STT マラムでは、書き込みと読み出しの電流の大きさに差がないため、より消費電力を抑えられる。実際の正確な消費電力は、処理に依存する、書き込みが多いほど、 消費電力は多いが、一般的には、マラムは D ラムと比較して、消費電力が小さいとされている。マラムとフラッシュメモリの比較も重要であろう。フラッシュメモリは、マラムと同様に電源を切っても記憶が保持されるため、スマートフォン等のメインメモリとしてよく用いられている。読み込み動作では、マラムと同程度の電流を必要とするが、一方で、 書き込み動作においては、フラッシュは再書き込み時に大きな電圧パルス、約 10V を必要とする。このような高電圧を得るためのチャージポンプ回路は消費電力が大きく動作を遅くするという欠点がある。加えて電流パルスは物理的にフラッシュセルを劣化させるため、フラッシュメモリはある程度の回数までしか書き込みを行うことができない。対してマラムは 書き込み時に読み込み時より、わずかに大きな電流のみを必要とし、そして高電圧、チャージポンプ回路が不要である。これによりマラムは高速動作かつ低消費電力であり、セルの寿命は無限に長い。D ラムの性能は、セルに貯める電化の密る放電の速度によって制限される。マラムは電化変化よりも、むしろ電圧、抵抗変化によって読み出しを行うため、 必要とされるセトリングタイムが小さいという利点がある。フラッシュメモリとの違いはより顕著である。すなわち、マラムはフラッシュと比較して書き込み時間が数千倍高速である。動作速度の観点からマラムと比較するのは SRAM である。SRAM はフリップフロップのいくつかのトランジスタからなるが、電源がオンの間だけで1-2状態を保持することができる。 フリップフロップのトランジスタは非常に小さな電力しか消費しないため、スイッチング時間は非常に短い。しかしながら、SRAM セルは通常4あるいは6つのトランジスタからなるため、そのセル密度は DRAM よりも低く、また高価である。これゆえ、SRAM は CPU のキャッシュのように高速動作が要求される、限られた部分にしか使用されていない。 マラムは SRAM ほど高速ではないものの SRAM を代替する用途への応用も考えられる SRAM よりも高いセル密度を有するため容量はずっと大きいが速度がやや遅いキャッシュとしての役を将来的には果たすかもしれないだろう組み込み用途ではフリースケールセミコンダクタが2006年に業界で初めて商用化したと発表するなど 各社が製品化している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。